はい。みゆちゃんも随分読めるようになってきたし、この前はゆうくんが C、海のスペルなんとなく分かっちゃったんだよね。だから読み方、第2弾頑張ります。今までは、あ、ぶ、く、る、一つずつだったけど字が。今回は字が2個あって。E と A、上見て。本当だったら、え、と、あ、別々だよね。だけど、一緒になってね、いーって、長く、いーって読むんです。っていうことは、その、いーの右側なんて書いてあるか。Wow, you can do it! Eat! それから、今度は、to から始めるんだよ。そう、t。あら、最後に何かついて。team。で、ゆうくんがこの前できた see。最後になんかついてるよ。はい、seat。あの、座席ね。すごい。きっとね、みゆちゃん、これも習っちゃった方がテキストを読むの楽だと思うんです。毎回、あ、これも読めるじゃない。あれも私にはもうわかるって、きっとなるからね。はい、ではお話いきます。Number one。一緒に行けよ、せーの。Meg is opening a box. In the box, there are some new books for children. はい。is opening, in だもんしてるところ。フレットくんがね、たまたま、ライブラリーに寄り道したら、メグちゃんバリバリ。アマゾンの箱かな、なんか箱を開けているところ。で、in the box, 何がある ?there is, there are, 平気だよね。何冊か new books があるんです。誰のための本 ?for children. この町の発音、トア君が C と H。すぐに分かってくれたよね。先生はびっくり仰天。子供たちのための新しい本が何冊かあります。で、次せーの。Meg is happy when new books come to her library.うん、めぐちゃんはいつだって嬉しいのよ、どんな時には。When new books 新しい本がライブラリーに来た時には。そうだろうね、箱を開けるのドキドキワクワク嬉しいだろうね。もう一回全部せーの。Meg is happy when new books come to her library. フレットくんが本を一冊手に取って聞きます。What is this book?パラパラっと開けて中を見て I like the pictures 絵が綺麗なのはいいね。そしたらメグちゃんが It is a book of fairy tales of 久しぶりかな何々の本なんだけど何の本 of fairy tales まあおとぎ話の本ですよ。子供たち向けだからね。で、次覚えるとこ、せーの。The stories are interesting and the pictures are beautiful. 昔話だって、なかなか interesting。そう、面白い、興味深い。久しぶりだから interesting 覚え直してね。で、これ、絵も綺麗だよね。でね、二人で座って。Let's read the first story. トア君、first, second, third, 大丈夫?うん、1番目、2番目、3番目、first、1番目の話を一緒に読みましょう。はい、number two。Meg and Fred read the story of the ants and the grasshopper。ホッパーって言うくんや、それからなーちゃんも知ってるよね。なーちゃんホッパー捕まえるの上手だし。バッタさん。アリとキリギリスって読んだことある?イソップ童話ね。で、その話を一緒に読んでいるところ。でね、絵を見るとちょっと、この絵、アリさんちっちゃいんだけど、The ants work hard in summer. 夏の間、アリさんって一生懸命働くんだよね。先生のファームにもいっぱいいて一生懸命働いています。あの巣の中にさ、食べ物運んでいくんだよね、一列になって。だから次せーの、They will have food in winter.冬になっても食べ物を持ってるでしょうよ。大丈夫でしょうよ。
だけど、はい。Look at the Hopper. He's singing and playing the guitar. とわくん、ギターがちょっと読みにくいよね。でもよく出るんで、ちゃんと読めるようにしておきましょう。で、こっちは食べ物をね、取ってきたりしないんだよね。歌ったりギター弾いたりしているところ。っていうことは、次せーの。He will have no food in winter. No food. 彼は winter に no food 食べ物は全然持ってないでしょうよ。あら、どうなるかしら。で、最後。読めるかな?とわくん、なんて書いてあるの? Great. Do you know the story? No がね、K で始まって苦じゃないんだよね。No. 知ってる?この話知ってる?もし知ってる人、今度日本語でいいから先生にイソップ童話。アリとキリギリス以外にもいろんなのがあります。どんなお話を読んだかな?教えてください。ではテストします。No.1 箱の中には、ここまで。うん、in the box。何があるの?何冊か、いくつかってあれ使うんだよ。何冊か新しい本があります。ここまで。Right. There are some new books. 誰のための?子供たちのための。うん。For children. 全部まとめてせーの。In the box. There are some new books for children. はい、次。メグちゃんは嬉しい。ここまで。うん。Meg is happy. どんな時?時で始めてね。新しい本たちがライブラリーにやってくるとき。Great. When new books come to her library. 全部つなげてせーの。Meg is happy when new books come to her library. その話たち面白いんだよね。Okay. The stories are interesting. はい、number two.グラスホッパー見てね、男の子ですよ。彼は歌っているところ、そしてギターを弾いているところ。Good job. He is singing and playing the guitar. 彼は冬には食べ物を全然持ってないでしょうよ。Right. He will have no food in winter. で、最後に、あなたこのお話知ってる?って聞いてくれる?Good. Do you know the story? はい、1週目はここまでです。2週目。今回も2つ字つなげて、なんて読むかな?バラバラだったらね、あとるだよね。R。口を開いて、R の音。っていうことはその音なり。うん。arm。確か、この前、ジンジャー君の arm, ginger's arm was broken. 折れちゃったんだったよね。で、無じゃなくてこれ次は何て読むの ?right, art. 今度は最初になんかついてるよ。はい、car. で、最後にプラス1個。card. そして、わー、よく読めたね。park。なんか楽になると思うな、これ読めるようになったら。ね。では、number three。お話の続きです。めぐちゃんのセリフだよ。せーの。My most favorite story is this. はい、favorite 語気によく出るからね。私の一番お気に入りの話は、this、これなの。と言って、ページを指さしています。どんなお話かな?せーの。Can you see the little girl in the flower? うん。お花の中に入っちゃうぐらい little girl 小さい女の子なのか。このお姫様かな?お名前知ってる?うん。日本語だと親指姫だよね。英語だとね、she is Thumbelina。Thumb というのが親指のことです。Thumbelina。で、次行くよ、せーの。The rich mole will take her to his dark house. うわ、やだ。rich。これはお金持ちの。みんなは、rich なお家で、ね、とっても豊かな生活をしてるよね。ありがたいと思わないとね。
モールはね、モグラさん。ちょっと絵が真っ黒で見にくいけど、これモグラさん。大きなテテしてるでしょ？これで地面をガシガシって描いてトンネル掘るんだね。お金持ちのモグラさんが will take her。 彼女を連れてっちゃうんです。どこに？ to his dark house。 なんだっけ dark、うん、暗いお家。なんで暗いのわかるなあちゃん。そうだよね。もう、モグラさんは地面の中に生きてるんだもん。生活してるんだもんね。もう一回全部せーの。The rich mole will take her to his dark house. これが嫌でね。次せーの。Thumbelina is crying. かわいそうに泣いています。で、なんか泣いてるだけじゃなくて、鳥さんの上で泣いてるよね。フレッド君がそのたり鳥さんを指さして。What is this bird? この鳥なんだ？ What is she doing? 何してるんだろうこの女の子。だからタンブリーナ。そしたらメグちゃんのセリフ。うん。What is she doing? が覚えるとこ。ちょっと難しいから次はいいですよ。She's taking care of the bird. そのね、鳥さんの実はお世話をしてるの。タンブリーナ優しいから。Because it is sick. Sick は知ってるよね。うん、病気だから。でもね、怪我をしてるんだと思う、確か。本当は怪我だったかもしれない。で、死にそうなの、このツバメさんが。いや、タンブリーナがお世話をして助かるんだよ。はい、次せーの。When the bird is strong, it will help タンブリーナ。で、ここにはちょっと載ってないんだけど、強くなった時、その鳥さんが強くなってもう大丈夫ってなったら、それがタンブリーナ、親指姫を助けてあげることになるんです、これから。もう一回せーの。 When the bird is strong, it will help タンブリーナ。あ、左側の絵にちょっとツバメさんが上飛んでるのわかるかもしれないね。元気になって別のとこに連れてきてくれたんだね。で、フレッド君に向かって You can read the story、 この話読んでもいいわよって。で、最後、多分みんな読めるよ。せーの。Do you know Thumbelina's story? だって前回 Do you know the story? って読めるようになったもんね。はい、number four。 今度また別のお話の絵を指さして、フレッド君がせーの。I like this picture of a large bird. Large ね、ビッグばっかりやってたから。Large 読めるかな、とわくん。大きい。ね。この写真好きだな、写真だ、絵好きだな、僕。何の？オブだよ。大きな鳥の。Wow! 次せーの。It is carrying an elephant. 本当だ。ゾウさんを、carry は運ぶ。運んでいるところ、すごい大きいってことだね、じゃあ。次行くよ、せーの。Is this a story about an eagle?ほら、EA であるでしょう。鳥の名前、EA で。Eagle。ワシ。ワシさんかな。これはお話なの？で、about 久しぶり。何について？ about an eagle? ワシについてのお話かな。はい、口に覚えさせます。3回いくよ。せーの。Is this a story about an eagle?Is this a story about an eagle? Is this a story about an eagle? したらメグちゃんがね、No, Fred. It is a story of Sindbad's trips. Trip は4級かな ?5 級には出ないかな。旅。シンドバッドの冒険っていうお話のね、あの中にあるんです。シンドバッドが7回 trip、旅をするんです。そのうちの一つだね。で、and this is not an eagle. あ、not an eagle. わしじゃないんだ。It is rock. そう、ロック鳥。ロックっていう名前の大きな鳥が出てくるの。かっこいいな。はい、次せーの。You will like this story because you like monsters. うん。あの、そう。あなたきっとこの話好きになるわよ。だってあなたモンスターズ好きですもの。怪物が出てくるんです。巨人とか一つ目の。面白いよ。シンドバッドの冒険先生大好きだった。で、ラスト、せーの。Do you know the story? ね、ちっちゃいうちにぜひ読んだ方がいいお話。
お母様に、借りていただいて、図書館で読んでください。では、ナンバー3テストします。お気に入りの、favorite。じゃあね、お金持ちのモグラさんは彼女を連れて行ってしまいます。ここに。あ、ここまで。連れて行ってしまうでしょう。すごいよね、日本語先生の。ここまでね。The rich mole will take her. Her が難しいね。彼女を連れて行っちゃうでしょう。Her。どこへ？彼の暗いお家へ。Good. To his dark house. 全部つなげて ready. The rich mole will take her to his dark house. じゃあね、彼女何してんのかな？What is he doing? じゃあ彼が何してんのかな、せーの。What is he doing? ピカチュウ何してんのかな、せーの。What is ピカチュウ doing? Good. じゃあね、鳥さんが強くなったらその時ここまで。Great. When the bird is strong? それはね、サンベリーナを助けてあげるでしょう。It will help Thumbelina.はい、全部つなげて ready go. When the bird is strong, it will help Thumbelina. はい、number four. 僕この絵好きだな、ここまで。Okay, I like this picture. 何の？大きな鳥の。Of a large bird. じゃあつなげるよ、せーの。I like this picture of a large bird. それは、なんだっけ、ゾウさんを運んでいるところ。Good. It is carrying an elephant. これがね、カラーで見せたいんだよね。面白いよ。じゃあね、これはお話ですか？ここまで。Is this a story? 何についての？わしさんについての？ About an eagle?全部つなげてせーの。Is this a story about an eagle? じゃあ、これはミュウツーについての話ですか？せーの。Is this a story about Mewtwo? もう何でも英語で話せそうだね、みんな。先生は嬉しいよ。それではまた明日。バイ。